今日フィリップ二世は、イヴァン来帝によって粛清されたモスクワフ首教。聖教会の聖人、ソロベツキー修道院を八階から眺めるフィリップは1507年に、貴族の家に、俗名、ヒョードルの名で生まれた。教養ある父からは、将来政務を取ることができるように教育が行われ、後に修道院に入って、そこで営民するほど、信仰熱心な母からは、 聖教の信仰が植え付けられ、聖書を読んで育った。成長するとバシーリー賛成により、宮廷に召し抱えられるが、ほどなくして宮廷での生活に虚しさと罪を感じるようになり、さらに聖書を読むことに没頭し、教会にも足しげく通うようになった。1537年6月5日の主日生体礼儀において、 人は二人の主にことるノーハズとのイースハリストスの言葉を強く感じ、修道のためひそかにモスクワを出て北方に赴いた。ソロベツキー修道院において一年半の見習い期間を経た後、テニーにアレクシーの下でヒョードルは修道士となり、フィリップとの修道名を与えられた。フィリップは修道院で熱心に時々党に励み、方針例の時には、 いつも誰よりも先に聖堂に来て、誰よりも後に聖堂を出ていた。また、謙遜にパン焼きなどの修道院内の様々な、労働に熱心に取り組んだ。1546年に、ノブゴロド大主教フェオドシーにより、フィリップは、ソロベツキー修道院の定員に少女された。修道院は、精神的に再生し発展し、新しい修道規則が受け入れられた。 1557年には、修道院内に、荘厳の生新序終身制度と、県境制度が建てられた。定員となっていたフィリップであったが、県境制度の建設にあたっては壁を作るのを、手伝うなど、単純労働にも引き続いて従事していた。かねてより聖教及び修道に、多大な敬意を払っていた、イヴァン4世は、フィリップを、 ロシア正教会の主座としてのモスクワ府主教にしようとした。イヴァン・雷帝は、検定にして、恐怖政治家、敬験な正教徒にして、期待の残虐者、教養人にして野ひな人物と言われるほどに矛盾に、満ちた人物であったが、この際の希望にも、同様に、雷帝の人間性の矛盾が露出している。フィリップを、修道士として尊敬し、優れた精神的指導者を得ようとしての、 人選であったが、その二代前の不主教アファナシーは、その頃始まった、恐怖政治である来帝のオプリーチニナ政策に抗議して辞任し、前任者であるゲルマンは来帝をいさめて二日間で追放されていた。詳細は、イヴァニ四世人物、逸話を参照。来帝の不主教着座の要請に対し、フィリップは、オプリーチニナの廃止を条件としたが、来帝は怒って、これを拒否し、やむなく、 フィリップは、サーリの政策に干渉しないことを約束した上で、1566年7月25日に、モスクワ府主教に着座した。しかし来帝に直属する集団である、オプリ一チニキにより罪なき人々の血が流されていく。粛清と虐殺の現実を目の当たりにしたフィリップは、1568年から新たに巻き起こされていた、殺戮の嵐を前に、 大帝への命がけの還元を決意する。1568年3月22日、クレムジンの生神女終身大聖堂を訪れた大帝は、不主教に祝福を求めたが、不主教フィリップはこれを拒否。さらに大聖堂に参掃していた、貴族、大商人、新品たちの前で公然と大帝を非難した。その時のセリフも記録する年代記には、その後、大帝とフィリップの間で、 激しい抗論があったことが記されている。雷帝は、不主教からの祝福を得ることができないままに、大聖堂を退出した。翌日、雷帝の命令により、オプリーチニキは、不主教庁に踏み込み、不主教に仕える修道士たちを捕獲した。不主教に、無本の意があるとの証言を引き出すために拷問が、加えられたが、修道士たちは、証言を拒否。彼らは、全員殺された。 来帝はフィリップの左問を命じ、ソロベツキー修道院では来帝により組織された左問委員会によりフィリップの過去をめぐる左問が行われた。証拠は出てこなかったが、脅迫による恐怖と事故の野心により、修道院長がフィリップの恥ずべき諸行についての証言を行った。聖職者による法廷でも同じ証言が行われたが、フィリップの擁護に回ったのは前任者であった。 大主教ゲルマンだけだったと伝えられる。これにより、有罪が確定した。大帝はフィリップに対し、天軍趣味入る際の生信条終身大聖堂での生体礼儀の司等を命じた。生体礼儀が始まると、オプリーチニキが大聖堂に乱入し、フィリップの罪状を読み上げ、不主教フィリップから奉還、ケンズへパナギア、財布を剥ぎ取った。フィリップは、 用意されていたソリに押し込められて護送され、クレムリン城外の神元修道院に遊兵された。これはライテーが以前に、同じ大聖堂で受けた屈辱への報復であった。翌日にはフィリップを擁護した、大主教ゲルマンもブリー日に殺された。終身刑を言い渡されたフィリップは、翌1569年12月23日に、死刑執行人、マルータスクラードフに虐殺され、 致名した。フィリップは、致命する3日前には死を予期していたかのように、了承していた。遊兵されていたフィリップは、食事が一切与えられず、カで固定されていたのに、数日後、カは外され、不主教は、獄中で神を賛美していた。大帝の命令で植えた熊が、フィリップの部屋に放たれたが、フィリップは起立して祈り、熊はその足元におとなしく、身を横たえていた。 といった、獄中での奇跡が伝えられている。傍らで見守る、宗主教ニーコンの前で、聖フィリップの普及隊にひざまずいて祈るモスクワ大公、アレクセイ不主教フィリップが致命した後、ソロベツキー修道院の修道士たちは、聖フィリップの遺体を、自分たちの修道院に移す許可を求めた。墓を開けてみると、不主教の遺体は腐っておらず、様々な癒しが始まったと伝えられている。 トベイリからソロベツキー修道院への遺体の移動は1591年に行われた。モスクワ総主教ニーコンは、モスクワ大公アレクセイに対し、聖フィリップの普及隊をモスクワに移すよう説得し、1652年7月3日に聖フィリップの普及隊はモスクワに移された。主な記憶日として1月9日があるほか、7月3日には普及隊繊維が記憶され、 10月5日には、モスクワの不主教全ロシアの奇跡者、生成者、ペトル、アレキシー、イオナ、およびフィリップの祭日として、他の3人のモスクワ不主教たちと共に記憶されている。ありがとうございます。